西池袋4丁目の皆さん、ご近所の皆さん、こんにちは。日本共産党でございます。土曜日の午後お邪魔をいたします。私は大変長い間お世話になりました区議会議員の河野妙子でございます。今日は皆さんにいよいよ4月19日から行われます区議会議員選挙で皆さんに私河野の後に立候補を予定しています。清水美智子の訴えをさせていただきたくお邪魔に上がりました。皆さん、今安倍内閣は戦争立法を急いでやる、消費税の増税は来年の4月には 10% にする、国民の暮らしをそっちのけで大変危険な動きを強めています。こういう中で今回行われる一斉地方選挙、豊島区では区長区議会議員選挙は、何といっても身近な皆さんの暮らしを良くしていくのかどうか、そして本当に国の悪政から暴走政治から皆さんの暮らしを守る、そういう役割を豊島区が果たすかどうか、一人一人の議員がそのことをするかどうかが問われる大変重要な選挙です。私は10期40年皆さんのご支援で務めさせていただき、この間豊島区でやっぱり何といっても特別養護老人ホームを今の区長が全然作らないという中で、自民党から共産党は壊れたレコーダーのようにいつも作れ作れと言っていると言われ続けてました。しかしそのことを言い続けたおかげで、この4月と7月には特別養護老人ホームが千川と東池袋2カ所増設することができました。また4月に何といっても保育園に入りたい、こういうお子さんがたくさんいるのに保育園が足りません。問題はありますけれども、これも繰り返し繰り返し要求する中で、待機児ゼロをするために認可保育園を5つ作ると区長に、認めさせるなど、一歩一歩前進させ、区政を変えるために、皆さんの願いを実現するために頑張ってまいりました。今回の選挙では、日本共産党の区議団、どうしても6名必ず作って、そして皆さんと引き続き、皆さんの要求実現のために頑張っていきたいと考えています。そのためには、私の後継ぎとして、皆さんにぜひ、清水美智子を押し出していただきたいと心から願うものです。皆さん、清水さんは私の時にところに来た時には大変、若いけれどもちょっと頼りないお母さんでした。しかしこの間子供を育てるために、自分一人で子供を育てる、この今の世の中は大変困難なことです。それを一生懸命頑張ってやっています。今若い人たちは非正規雇用といって、働いても働いても生活さえ自立することができない、そういう社会になっています。これを自らが実践し、そしてこれを打ち破るにはやはり政治を変えるしかないという立場で、清水さんは立候補を決意してくれました。どうぞ皆さん、今の豊島区の足りないところ、皆さんの願いを本当に実現するために、日本共産党の区議会議員として働かせていただきますように、心からお願いを申し上げる次第でございます。それでは清水美智子、私河野の後を継いで頑張る清水美智子から皆さんにご挨拶と決意訴えをさせていただきます。どうぞお聞きくださいますようよろしくお願いをいたします。西池袋地域の皆さん、こんにちは。日本共産党の清水美智子です。来月4月26日に行われる豊島区議会選挙で、河野妙子区議の後を継ぎまして区政に挑戦する決意をいたしました。私が決意をいたしましたのは、どんなに頑張っても格差が広がるばかりの今の政治、おかしい、何としても変えたい、一人一人の力は小さくても同じ思いの人と一緒に声を上げて政治を変えたい、その力になりたい、そういった
強い思いからです。私、日本共産党の清水美智子は京都で生まれて奈良に育ちました。12年前にお腹に子供がいるとき、妹夫婦を頼って豊島区にやってきました。それ以来シングルマザーとしてずっと豊島区で子育てをしてまいりました。私、日本共産党の清水美智子は少しでも安定した仕事に就きたいと、子育てをしながら介護ヘルパーの1級、衛生管理士、簿記などの資格を取りました。しかし正社員にはなれませんでした。子どものために少しでも安定した仕事をと必死で探しましたが、応募しても応募しても面接にすらたどり着かないことがほとんどでした。やっとの思いで見つかったのはコールセンターの派遣の仕事です。しかしその職場でパワハラに遭いました。ここで辞めたら次がない、次の仕事も紹介してもらえないと我慢をするうちに体を壊し、結局仕事を辞めざるを得ませんでした。こうした生活を続ける中で、私清水美智子は3年前に日本共産党に入党をいたしました。入党を決意したのは、小学校、子どもの小学校の PTA のバレーボールで知り合った党員の方に生活の悩み、子育ての悩み話すうちにこう言われました。あなたの悩み、あなた一人の問題じゃない、同じ立場の人と手を取り合って支え合って生きていく覚悟を決めてほしい。この言葉で入党を決意しました。日本共産党に入党して政治社会について学ぶうちに、当たり前の暮らしがしたいだけなのにこんなに頑張っても叶わない、今の世の中おかしい、心の底から思いました。そして区議選への立候補の話を受けたとき、失敗ばかりの人生で恥ずかしい、躊躇いたしました。そのとき入党を進めてくれた党員の方から言われました。その経験が生きた言葉となって届き、人を動かすんだ、この言葉で今までの自分の人生は無駄じゃなかった、私の行動が世の中を変える力になるなら、そう決意をいたしました。皆さん、私日本共産党の清水美智子、区政でまず実現したいことは、誰もが安心して子育てできる豊島区にすることです。そのために認可保育園の増設、就学援助の拡充、18歳までの医療費の無料化、全力で取り組みます。同時に子どもからお年寄りまで安心して住み続けられる豊島区にするために、国民健康保険料、介護保険料の引き下げ、特養ホームの増設実現にも全力を尽くします。中でもシングルマザーの貧困の問題、今大変問題と深刻な問題となっています。シングルマザーの支援の拡充にも全力を尽くします。シングルマザーの支援には、児童扶養手当の引き上げ、家賃の助成、保育園の入所など安定した暮らしのために支援を実現すること、全力を尽くします。私自身もシングルマザーで長く非正規の仕事をしてまいりました。貧困から抜け出すことができませんでした。少しでも収入を増やせば児童扶養手当は減らされます。家賃に収入の半分以上を取られて、6畳一間の住まいから引っ越したくても引っ越せませんでした。一番つらかったのは、自分の貧困が子どもの将来にまで連鎖していくことです。シングルマザーのお母さんに少しでも公的な支援が広がれば、
シングルマザーの働く意欲、生きる力、大きく膨らみます。そしてそれが子供にも影響します。しかし皆さん、今の豊島区政、区民の暮らし、福祉を削って溜め込んだお金、新庁舎建設に136億円もすでにつぎ込んでいます。そして現庁舎の跡地開発にさらに114億円もの区民の税金投入しようとしています。区民の暮らし、福祉に冷たい今の区政を、私日本共産党の清水美智子は皆さんとご一緒に変えていきたいと思います。シングルマザーを含め誰もが安心して子育てできる豊島区にするために、子どもからお年寄りまで誰もが安心して住み続けられる豊島区にするために、皆さんとご一緒に声を上げてまいりましょう。子育てママパパの声がまっすぐに届く区政にするため、子どもからお年寄りまで区民の願いがまっすぐに届く区政にするために、ぜひ私日本共産党の清水美智子を区政に送り出してください。皆さん、日本共産党の私清水美智子、候補者活動をする中で区民の皆さんの声、区政に届けてまいりました。この西池中の道路、椎名町駅方面に行くところ、交差点があります。タバコ屋さんの交差点です。この交差点、自転車事故が多発して大変危ない、何とかしてほしい、そういった住民の皆さんの声を受けまして、河野太鼓区議と区と交渉をし、道路分かりやすいように、塗装ですね、白黒のゼブラゾーンを作りました。区民の皆さんの声、小さな声でも区政にまっすぐ届けるために、また皆さんの住みやすい、安心して住み続けられる豊島区にするために、これからも頑張ってまいります。皆さん、今安倍政権、国政の場でも安倍政権の暴走止まりません。安倍政権は沖縄辺野古の新基地建設で沖縄を切り捨て、原発再稼働で福島を切り捨て、アベノミクス、集団的自衛権、戦争する国づくりで国民を切り捨てようとしています。私は戦争する国づくり絶対に許すことはできません。安倍政権は分かりにくい言葉を使って国民煙に巻いて戦争する国づくりどんどん進めています。戦争が始まって戦場に送られるのは安倍首相でしょうか。戦争に行くのは自衛隊です。日本の若者、子どもたちです。私は自分の子供、戦争に送るために一生懸命育ててきたのではありません。自分の大切な子供、戦争に送りたい親、この世に一人もいません。皆さん、戦争する国づくり、安倍自公政権の暴走、何としてもストップさせましょう。そのために今度の選挙で日本共産党を大きく伸ばしていただくことこそ一番の力となります。大きな歯止めとなります。来月豊島区で行われる区議会選挙では、日本共産党の候補者6名全員の当選と、そして私日本共産党の清水美智子、区政の場に送り出していただくこと、心からお願いをいたしまして、この場での訴えを終わらせていただきます。西池袋地域の皆さん、足を止めてお話聞いていただいた皆さん、ご協力、ご清聴ありがとうございました。